バレット・ジャクソンはアメリカ合衆国で開かれている世界最大級の自動車オークションである。運営はアリゾナ州スコッツデールに存在する同盟のオークション会社が行っており、フロリダ州パームビーチ、コネチカット州アンキャスビル、ネバダ州ラスベガスでも同オークションは開催されている。トム・バレットとラス・ジャクソンの二人はバレットの所有していた1933年式、 キャデラック V-16 タウンカーをきっかけして出会った。車好きという共通点で意気投合し、1967年に地元の事前団体の募金活動、フィエスタでロスオートエレガントスと呼ばれる自動車ショーを開催した。1971年12月、二人は共同で第1回バレット・ジャクソンとなるクラシックカーオークションを スコッツデールで開催し、ドイツの独裁者、アドルフ・ヒトラーの2台のメルセデス・ベンツ770、ケイフェートンをオークションに出品した。1台は、以前の落札された価格の3倍以上の値をつけ、153,200ドルで落札された。1993年、ラス・ジャクソンが亡くなったが、彼の息子、クレーグ・ジャクソンが1995年に会社を引き継いだ。 この年にはスピードのテレビチャンネルでオークションのライブ放映が開始された。またインターネットによる入札システムも導入された。2004年トム・バレットが亡くなる。2005年第3回パームビーチオークションで名称がバレット・ジャクソン・クラシック・カー・オークションからバレット・ジャクソン・コレクター・カー・オークションに変更されることが発表され、翌2006年のスコッツ・デール・オークションから 変更された。2008年、ネバダ州ラスベガスでオークションが開催された。2010年から2012年まではカリフォルニア州オレンジ郡で開催された。2013年1月19日に8月の市内のホットオーガストナイトイベントの一環としてネバダ州リノで開催すると発表し、2015年まで同地で開催された。二千十五年九月十六日、 北東部では初となるコネチカット州アンキャスビルのモヘガンさんで開催すると発表した。2016年6月23から25日に初開催されオークションブロックはモヘガンさんアリーナ内に設置された。元大統領の軍事サービスイニシアチブのために2018年式コルベットカーボン65の販売ブロックで撮影された元大統領。 ジョージ・ W ・ブッシュ2018年、累計の寄付金が1億ドルを突破した。このオークションには、ジョージ・ W ・ブッシュが、元アメリカ合衆国大統領としては初めて、イベントに登場し、最初に生産された2018年式レー・コルベット・カーボン65エディションの販売のために、バレット・ジャクソンに参加した。同社が取り扱う商品は、クラシックカーやアンティークカーが主であるが、 トラック、オートバイ、飛行機、エンジン、ボード、その他の自動車関連のグッズや記念品など、車以外のアイテムが出品されることがある。落札者は、入札した金額以外にバイアープレミアムと呼ばれる、手数料10%を支払わなくてはならない。例えば1万ドルで落札した場合、1万千ドル支払うことになる。この10%分が、バレット・ジャクソンの取り分となる。 チャリティーオークションの場合は落札金額が全額寄付される。クラシックカーがメインであるはずが新作モデルがオークションに出品されることがある。これはフォードやゼネラルモーターズといった自動車メーカーが新作モデルの最初の量産車をチャリティーとして出品しているからである。通常シリアルナンバーの若い試作車と呼ばれる車は 新作発表のため各地のショーなどで展示された後は廃棄処分されたり関係者の手に渡るなど一般に流通することは少ない。だが稀に処分されなかった車が市場に出回ると希少車としてコレクターの間で非常に高い値段で売買されていた。そこでどうせ処分するならばということで自動車メーカーがチャリティの一環としてこれらの車を バレット・ジャクソンに寄贈するようになった。日本のメーカーも協力しており、2016年には、ホンダの新型、NSX の第1号車が120万ドル、2019年には、トヨタの新型グレーン・スープラの第1号車が210万ドルで、落札され、チャリティーに貢献している。これまでにこのオークションには、俳優、歌手、スポーツ選手、財界の著名人など数多くの有名人が、 参加している。主な有名人は、ジャスティン・ビーバー、フロイド・メイウェザー・ジュニア、シャロン・ストーン、ウィリアム・シャトナー、モハメド・アリ、サミー・ヘイガー、マイケル・アンソニー、マイケル・ベイ、ジェーレノ、アリス・クーパー、ジーン・シモンズ、シャノン・ツイード、バート・レイノルズ、スティーブン・タイラー、ザック、ブラウン・バンド、デビット・スペード、ティム・アレン、 元スマッシングパンプキンズのビリー・コーガン、クリス・エンジェル、デール・アーンハート・ジュニア、ジェフ・ゴードン、野球選手のレジー・ジャクソン、ランディ・ジョンソン、ジャスティン・モルノー、DMX、キャロル・シェルビー、ビル・ゴールドバーグ、トニー・スチュワート、オートバイ・カスタマイザーのジェシー・ジェームスなどである。十七年の歴史を誇るスコッツ・デイル・オークションは、時代ともに拡大し、二千十八年には9日間に、 渡って行われたこれには1700台以上の車両が出品され、32万5000人を超える観客と、全米50州及び13の外国から約5200人の入札者を歓迎した。この究極のカーライフスタイルイベントには、70を超える食品会社と何百もの出展者も参加している落札された主な車以下、落札価格は全て米ドルとする。 2003年、バレット・ジャクソンは、フロリダ州、パームビーチで2回目の年次イベントを開催した。このイベントは、南フロリダフェアグラウンドのアメリクラフト・エキスポセンターで3日間開催され、オークションには5万人以上の訪問者が訪れた。落札された、主な車2008年、バレット・ジャクソンは、ラスベガスのマンダレーベイリゾートカジノでのオークションを追加した。初開催時は、 533台の車が出品され、3日間の総売上高は約3000万ドルに上った。2009年の第2回には5万1000人以上の訪問者と428台の出品があり、総売上は2300万ドルを超えた。落札された主な車2013年、カリフォルニア州オレンジ軍のオークションはネバダ州リノに移された。三年後、 ディノのオークションは2016年にコネチカット州アンキャスビルのモヒガンサンリゾートカジノに移された。モヒガンさんでの最初のノースイーストオークションは2016年6月23から25日に開催され、同社の45年の歴史の中で最初のダブルセルアウトした。このオークションは2600万ドル以上の売り上げを記録し9万人以上のオークション参加者で、 モヒガンさんの記録を樹立した。オータマビリアの売り上げは75万5千ドルに達し、スコッツデール以外のオークションの新記録となった。6台のチャリティカーが出品され、60万5千ドルを集めた。2017年6月21から24日に、第2回のノースイーストオークションが開催された。落札された、主な車1997年から2013年まで、 バレット・ジャクソンのオークションはスピードによって放映されていた。初年度はイベントのハイライトのみの特集だったが人気により1998年に6時間のライブ放送に拡大されその後数年でさらに拡大した。スピードビジアンでのオークションの存在は FOX スポーツによる買収とスピードチャンネルとしてのブランド変更を通じて継続された。 スピードの閉鎖と FOX スポーツ1に置き換わった後、FS1、FOX スポーツ2、FOX ビジネスネットワーク、ナショナルジオグラフィックチャンネルを含む FOX が所有する複数のチャンネルに放送範囲が拡大された。2013年から2015年までの無線式 FOX ネットワークも同様である。2015年、イベントの放映権はディスカバリーチャンネルとベロシティによって ホックスから買収され、2015年のスコッツデールオークションから放送が開始された。オーバーホール改造者の世界のクリス・ジェイコブスとベロシティのアメリカーナのレイバーナムがメインのホストになり、リック・デブルール、マイク・ジョイ、スティーブ・マニャンテがアナリストとして参加している。キャロリンとクレーグ・ジャクソンの1988年式。 シボレー・コルベット35周年アニバーサリーエディションバレット・ジャクソンのチャリティの歴史は1971年にオークション会社を設立する前にバレットとジャクソンによって行われたチャリティーカーショーであるフィエスタでロスオート・エレガントスにまで遡り同オークションの柱の一つと考えられているドリブンハーツイニシアチブ2018年1月9日 バレット・ジャクソンの2018年スコッツ・デールで、同社は1年ぶりのチャリティーの詳細を発表した。ドリブン・ハーツと呼ばれる、このイニシアチブを開始し、アメリカ心臓協会への資金調達と、心臓の健康を促進するための意識向上を支援している。キャロリンとクレーグ・ジャクソンは、1988年式コルベット35周年、記念アニバーサリーエディションを、 チャリティーカーとして出品し、35万ドルで落札された。2017フォード GT は、2018年、スコッツデールのチャリティーオークションで250万ドルで落札され、累計寄付金が1億ドルを達成するのを助けた、チャリティーカーの最高値は2017年式、フォード GT で250万ドルだった。出品された10代の総売り上げは621万ドルで、 これにより、バレット・ジャクソンが同社の歴史を通じて集めた寄付金の総額は合計1億200万ドルを超えた。また、アリゾナ州運輸省自動車部を通じて、州発行のバレット・ジャクソンをテーマにしたナンバープレートの発行などがあり、この1枚25ドルのナンバーが売れると、その売上内の17ドルが a h a に寄付されるという、バレット・ジャクソンの恩恵を受けた。 事前団体には、チャイルドヘルプ財団、トガン、ダレル、グウィーン財団、少年糖尿病研究財団、国立 MS 財団、キャロル・シェルビー子供財団、ヘンドリック・マロー財団、MLB チャリティ、ボーイスカウトアメリカ連盟、EAA ・ヤング・イーグルス、セント・ジュード、ボブ・ウッドワード財団などがある。自動車メーカーが寄贈した最新モデルの車体番号、1。 ドライバーレーサーなどの自動車関係者、車好きのタレントなどに関連した車が多い。アメリカで放送されている自動車番組に出演しているカスタムショップによる出品。番組では手数料10%を加算していない金額で放送する場合が多い。1957年、ビルヘルム・ヘネク・セーメリー・ゴーラウンド。2018年のバレット・ジャクソンでは、 1五十七年にドイツのビルヘルム・ヘネクが五五十万七千七百五十ドルで製造したフルサイズの輸送をテーマにしたメリーゴーラウンドを含め千百個を超える自動車用品を三百七十万ドル以上で販売した。オータマビリア上位十位スコッツデールオークションで落札された自動車関連グッズのランキング上位十件二千七年のスコッツデールオークションでラムチャージャースの レースカーが30万ドルで落札された後、所有者の男性が、オークショニアがオークションを途中で終了したと非難した。男性は予想落札価格よりも低かったため、売却は、無効という標識を立て、オークションテントと車輪を鎖でつなぎ、商品の引き渡しを拒否した。バレット・ジャクソンは、とんでもない抽象的な行為として、男性を訴えた。2008年1月10日、 バレット・ジャクソンは男性と和解したと発表した。2007年のスコッツデールオークションでスポーツカーマーケットの編集者であり、スピードチャンネルのオンエアの解説チームの元メンバーであったキース・マーティンはバレット・ジャクソンの家によってオークションから除外された。同氏はスポーツカーマーケットはコレクター自動車産業の状態とバレット・ジャクソンまたは他の会社の名前を挙げてはいないが、 車に高いお金を払う価値があるどうかについて好ましくない論説を行っていたという。オークション中、マーティンは会社の商観光と販売された車の品質についてコメントしたとされている。バレット・ジャクソンによると彼はメディアセンターの人々にバレット・ジャクソンから去り、競合他社のオークションに参加するように言ったという。彼はバレット・ジャクソンの要請によって スピード TV ネットワークの解説者も降板させられた。ありがとうございます。